クソデカため息出るわ。もうこっち行くしかなさそうだな。行ってみてもいいかもね。あ、こっちがライ行けターもないしかしたらそっちにあるかもしれないから。し。そうだよね。うわぁ、嫌な音。誰か食べてるね。暗くて見えねえのよ。わぁ。なんもないね。お金。ああ、お金。別にあと光ってないよね。そうだね。パフェ。お？なんですかね。秘書室。秘書室、お。こっちは？こっちは何もないね。パンダの何かがわかる？ねえ。カンナ黒幕説。浮あ！上してるからな、お城の中セーで。ブがあるので違います。ナイスセーブ。セーブがあったので多分黒幕じゃないです。セーブ制にすぎるでしょ。お？あら。これはお父さんとお母さんか？赤い眼鏡つけてんのが多分、そうパだよンダでね。しょ？この写真は、写真立ての裏にボタンがある。ハイテク。おお！ ハイテクすぎるでしょ。やっぱ黒幕かもしれね。写真でけえし。なあ。ええー！ダメなんだ。専用キーがあるんだね。わあ。社でも長そ秘れこ書そカ記。ンナ持ってんじゃないの？生きてたし。ねえ。くれよ。くれよ。やばい、雨の音強い。ゴリめっラちいゃ雨入る。ってるじゃん。ここから入ってきたんじゃない？ほんとだ。おお、角は何もなさそうだな。そうだね。部屋ここがか。多いね。多いね。オッケー。ナイここス。は？社長室！おお、社長室入れるんかい。うわ、怪しい。おお、何それは。わかんない。テレビ？あ、フラッシュメ開いモてる。リー？ええー。制限解除するセキュリティキーみたいな。入れるんじゃね？入れる。あ、パライント！ダの部屋。おお、ナイス。来ちゃいいねー。クラフトしよー。そうだね。う。よーし！いいねで、ある男の記録。ー。最近、私の知らない業者が研究資材を運び込んでいるという。研究推進のためには必要なことなのかもしれないが、なぜ彼女は私に断りを入れないのだろうか。やっぱりカンナ黒幕か？ありえるね。ねえ、秘書室の奥の部屋、私の手元にあるデータでカードキーをアップデートすれば。いや、研究全般を任せた以上口出しするべきではない。全般任せてる。それに私が見たところで研究資材のことは何もわからない。そのようなことをして私の秘書業まで兼任する彼女の、奮励努力を裏切るわけにもいくまい。社長？社長？社長は脳なしってこと？ただ、お散歩しながら語りってただけの人ってこと？ 台本渡されて言わされてたってこと？ああ！社長、今日の台本です。よろしくお願いします。って。秘書あが脳みそってら。こと？いや、もう、それ、100億パーセントでしょ。カンストしすぎでしょ。あ れ、ゴリラカどンこ？ナ。あ、いた。こんな黒幕じゃん。それはもう、100億パーセントです。セーブあったから違いますって言って。セーブ制にすぎて疑うことを知らなかったけど。え、これ、どういうこと？こアップれ、デートするっていうのは。多分さっきの機械、ここに、ああ！このこそエリアに来る前の機械でオッできケーるんオじゃッない？ケー。うわいるんだ。やられた。おー、セーブあってよかったな。あ、あってよかった。出会い頭にこんにちはしちゃった。出会い頭、ポケモンみたいな。おー、てる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 。出会い頭持ってたな、あいつ。もう、やばいよ。びっくりいしや、強た。い、でも。セーブねあったのは強いわ。え。いけ！おー、ナイよし。ス。え、置いて、追っかけて。ああ、ない来でない、す。来さないすがか。にね。
よかった。カードキー使えないでしょあいつら。お、音。おお。ああ。いいじゃんこれ。来たけど、こうだ。はい。これは今ちょっと考えた。ナイス。ナイスナイス。あ、ここに来て初めて。うん。マスター来た。おい。マスターキーってやつですな。でも、まず売る。音？まず売るよ。あ、売るね。そうだね。うん、喫煙セットをね。うんうん。ああ、これで、2個空いたから、うん、カード取りに行こう。うん、いいね、いいね。よしよしよし。まずここ。いいここよ。ナイス。よし。で、クラフトしよう。ナイス。トレーディングカードセット。おー、すげえ。作れたー。嬉しい。やっとだな。やっとだぜ。で、これ戻って。うんうん。さあ、はあ、一体ね、おいくら前になるのか。ね。プレミアつけ。ね。だー！ああ。いやー！ああ、よかった、セーブしてて。危ねえ、マジで。ここ、あんま死んだことなかったけど。うんうん。ああ、よかった。セーブってやっぱ神だわ。お。よし。オッケー。慣れたもんだな。慣れました。突然出てこられたらもう一生無理だけども。一箇所集中力使う。今、あ、やめて、やめて、ああ、違う、すごい。おー、ナイス。ああ、いけた。いけた。ナイス。それか。売るぞー。まあ、いいよ、おいくら前なんですまあ、120×4 が、480じゃなく1500で売れるわけですから。まあ、確かにそうだよね。あー。それ考えたらね。くそわあ。はぁ。救急キット買おう。え、ウエストポーチ？ああ、あるね。あ、しかも、2個買えんじゃん。あ、2個っていうか。私たち割と、じゃあ、大変な感じでやってたんですな。そうかもね。いや、どっちが大事だろう、栄養剤と。いや、どうだろうね。でも、ナイフが今全然さ。うん。ある感じじゃん。確かに。そんな言うて使ってないからさ。確かに。救急キットもう一個くらい。まあいいんじゃないそれは。ふぅ。サポーチあってもいいような気もするけどな。ね。どうなんだろうね。まあ、でもどうなんだろう。結構今もう、さ、探索パートが2回目ぐらいじゃんこれ。うん。2つ目ぐらいじゃん。まだこれがあるのかどうかだけど。まだ、もうなくてもさ、あ、どうなんだろう、お金、そしたらだって使う場面ない？ね、いや、わかんない。その探索パート、パート3が、うん、探索パート3があるんだったらウエストポーチがあってもいいかなと思ったけど。いや、あること見越そう。あるでしょ。パート3が来たとき、多分3時間じゃ終わらねえぞ。ほら、10が増えたやつ、うん、9が増えてないやつ。あー、なるほどね、うん。ちょっと書いとこう。9が、持ち物6個の時、10が持ち物7個の時。はいはい。で、お金がね。お金がなくなったと。違うと。うん。救急キット、使っとこう。あー。もう、てか、むしろ。うんうん。いや、いいと思う。うん。もう進むもんね、だってあっちにね。そうだ、しかも、でも今、カンスト、ま、あ、ま、いっか。あ、ま、いっか。あ、うん。ええわ、ええわ。うんうん。で、セーブがあるんよ。で、うん、な、そうだ、そうだ。そうだ。マスター。いや、これでも、これで謎わかんじゃね？まあね、確かにね。ね。さすがにわかりそう。
だって作ってた本人っぽいからね。ね。これは、うん、うわ。いろいろあるね。これもしかも、結構、広い。そうだね。うわえ社長え何大丈夫ですか今、助けます。あ、じゃあ、黒沢が悪いわけじゃないんだ、やっぱり。本当だ、やっぱ台本読まされてただけだったんだ。ねえ。あ、違う、これ、え、あれ？あ、黒沢でいいんじゃない？うん。あの、大丈夫ですか？ああ、なんとか。ありがとう。一体何が、それに、失礼ですが、どこかで。でいてもおかしくない。黒沢龍。このパークの責任者は、私だ。無能のね。お、怖い顔社長っぽかった、ちゃんと。ね、もっとなんかあの、穏やかな顔してると思ってた。そうそう、私、意外と若いな。ね、黒沢龍さん。うん。そうか、レセプションの時の。それじゃあ、あなたがエリカのおじいさん。エリカを知ってるのか？ええ、さっきまで一緒にいたんです。この後、外で合流するつもりです。そうか、よかった。エリカに何かあったらと思うと。カンナ、どうして？ああ。カンナ。私が個人秘書にしていた女。私をここに閉じ込めたのも彼女だ。以前から不審に思っていたが、これは。今回の騒動も彼女のせいに違いない。なぜだ？事情があるとは思いますが、まずは安全な場所へ。どこも化け物だらけです。地下の隠し通路へ逃げましょう。蝶のレリーフを知りませんか？それさえあれば。いや。隠し通路なんて。建物の管理はカンナに任せていた。もしかしたらこの部屋に。なるほど、散策しましょうか。はぁ、あ、はぁはぁ。あ、もう話せないの？あ、もう話せないわ。ガン虫じゃん。もしもーし。おー、あった！おー、でか。怖っ。それな、銃の隠しか、銃隠して渡すやつじゃん。ねえ。これは、蝶のレリーフあったよ、おじさん。あれあったね。あ、無視ですか？もういいよ。もう話してないんだ。くれんと。おめえからしかも。おっと。ネポライターさん、見つけました、蝶のレリーフ。なんだって、ついにやったか。ええ、しかもそれだけじゃない。あ、おじさん。あなたは、このパークの。今回の騒動、この方の秘書、カンナという女性のせいだと。なんだって。詳しく伺いたいですね。お。お？遡る？おお。You？ あ、黒沢さんでしょ。ああ、黒沢さん。デュー。誰だって。こいつが、うん、ずっと以前カンナが一度研究について打診してきたことがあった。それは一体アルドビアウイルス。出た、ウイルスだ。何？コヒッキーと関係ある？コヒッキーもウイルスでああなっちゃったの？ああアルビア、アルドビアウイルス。あ、違う。ああ。ルポライターだって。大変だ。混ざっちゃう。アルドビアウイルス。以前話題になったから覚えている。筋肥大か。筋肥大の後、うん、死に至る恐ろしいウイルス。動物とかさ、うん、そういうのもみんなこのウイルスにやられたからめっちゃ繁殖してるとかなんかな。かもね、筋肥大だからなんかでかくなって、うん、でもその後に死に至るって言ってるけど。確かに。でもほら、人間とかもみんなウイルスに感染してたらさ。ああ。もうわかんないけど。確かに。そう。そのウイルスは、宿主をひどく強大にするらしい。うん。ああ。彼女はそれを利用したがっていた。
生物の新たな可能性を見出せると言って、もちろん私は反対した。あまりに非道だからだ。いつの間にここに来たんだ。ゴリラどうした？あのゴリラたちどうやって対処したんだ。どこ行ったあいつら。だが君たちも見ただろう、あの隠し部屋を。私は騒動の後すぐまさかと思いながらここへ来た。その結果があの監禁だ。疑う余地はない。目的がわからないが、早く彼女を止めなければ。おっと、無理するな。まだ脱水症状が出てる。あ、だいぶ放置されてたのかな。ああ、そうかもな。待ってろ、治療薬を持ってくる。いいやつだ。いいやつや。出会ったばかりでこんなことを頼んでどう思われるかわからないが、言ってくれ、彼女を止めなければ。ずっとここにいるわけにもいきません。一緒に行きましょう。今の私には無理だ。悔しいが体が動かない。お前一人で行け。まただよ。今は君だけが希望だ。もうどんだけいろんな人にプレッシャーをかけられれば気が済むんだよ。任されすぎでしょ。ねえ、エリカを守ってやってくれ。そしてカンナを救ってやってくれ。もうガニ股にもなりますわ。関係あんのかそれ。どうしてそこまで彼女のことを不思議に思うかい。今まで一緒に仕事をしてきたんだ。最後まで信じてあげたい。そう思うのはおかしいかな。まあね、どんなに裏切り行為だったとしてもね、今まで見てきた彼女が嘘だとは思いたくないよね。これ絶対竜じゃなくてあやめさんだよね。自分で言った。自己肯定してるわ、ね、いえ、素敵なことだと思います。あ、また話さなくなる。あ、はめた。必ずやり遂げます。確かにあそこちょっと変だったんだよな。そうだね。そうだ、これ預けておきます。あ、おもちゃの無線機。おお、何これは。エリカも同じものを持ってるんです。通信して話せるはず。ありがとう。落ち着いたらかけてみるよ。あ、行っちゃう。エリカ待ってて、人形の頭。 あれ、あ、でもあれ、あ、動ける動ける。セーブしに戻ろう。あった。いや、待って、ルポライト。治療薬持ってくる言うたって。あの男止めたって聞きそうにない。付き合ってやろうじゃないか。おお。薬持ってってあげて。ねえ、持ってってあげてほしい。かわいそう。人形の頭を。怖い。で、体も取りに行かないといけないと。そうだね。さあ、入れるかな。ああ。いやー、きつ。でもうまいんじゃない。おー、マニエナイス。なあ。目の前で。超目の前だったのに。惜しかったね、今ね。オッケー、いいね。これでいいだろ、これでいけるだろ。よっしゃ、いいぞ。いけー、マニエ来た。ナイス。これもう無理だろ、取得できないだろ。本当だ。取得した。ちょっとバラバラの値段と一緒の値段見てみたいな。あー、いいね。売却するとなると、これ1600、これ1600、合わせて3200だけど。おー、演舞女人形。人造だよ。人造。うんうん。売る。おー。まあ。まあまあかな。いや、指輪が高すぎた。そう、指輪が高額すぎて。うん。まあ最初だったのもあって、ラッキーアイテムなんだろうな、本当に。そうだね。
よし、行くぞ。これでもうここの場所に未練はね。別日です。はい、別日になりました。3日くらいかな空いてるので、うん、まぁ、ちょっとおさらいしながらってのもあるんですけど、ちょっとね、タイトル画面で言いたいことが一個あってさ。ほう。これさ、最初、なんだっけ、あやめちゃんとかおりちゃんだと思ってたんだけどさ、このタイトル画面。ああ、うん。あやめちゃんとこれ、エリカだよね。あ、そうなん、そうだね、確かに、そうなの、うん。でもさ、これ、どっちかわかんないようにリボンの色見えないんだよね。ね、見えないね。そう、だから、あ、これ、あ、すげえと思って、これ言いたくてここから始めたんだけど。なるほどね。そう。確かに。妹と姉かなって思ってた、私も。うん。でも、これ、エリカちゃんにも見えるっていうか、まあ、その、リボンの色で判別してるからさ。そうだね。リボンの色完全に見えなくなってるもんね。そう、だから、どちらとも取れるっていうのが分かって、ちょっと、おーってなってましたね、さっき。おー、それは気づかなかった。じゃあやろうぜ。やりましょうか。これね、前回多分もう終わるんじゃねみたいなところで終わったんよね。そう、でももうちょいで終わりそうかなって感じだよな。うん。多分全部を売ったんだよな。うん、うん。そう、全部。売れるものは。そう、人形とかも全部クラフトして売ったから。うん、うん。あともう行くだけみたいなとこだったよな。あ、そうそうそう。うん。ありがとう。君だけが希望だ。だけで声忘れちゃった。わかるよ、その気持ち。これあれでしょ、で、名所にね。そう、名所に行くんだよ。名所に行くやつね。そう、名残じゃなくて名所だったんだよね。そう。よし、行くぞ。ええ。ああ、なんだ、まだなんか結構ありそうか、もしかして。すぐ終わっちゃうかと思ったんだけどな。ちょっと怪しい。すごい、打ちっぱなしの壁が。ねえ。うん。隠してるって感じ。あ、打ち鍵。ね、ほう。いや、カンナさんとさ、正面衝突すると思うんだよね。そうだね、さすがに出てくるわけだ。どうした？今の声は、誰？誰だ？あ、エリカ！エリカが。え？エリカじゃないよ、でも今の声。確かに。ちょっと、エリカって言ってるけど、ごめんね、エリカ。ちょっと探索させて。あ、入れないわ。あーでもそんな広くないね。うん。これは何？ゲートについて、おう、見よう。あ！あれこれ、あれだ、エリカちゃんの時ここ通ったな。あ、被験体の脱走には十分注意すること。被験体？エリカになってたわ、名前しかも。え？ここ、今さ、ほら、エリカになってた。あ、エリカって。エリカになっちゃった。うん。あら、なんか蜘蛛の巣で塞がれちゃってるから、やっぱここにしか行けないみたいね。そうだね。足跡あるし、うん、なんか。うわぁ、一本道だ。ね、てか音がすごいエグいな。ね、あやった。あ、何かと思ったわ。セーブです。セーブかよ。行、うん、きますか。あ、ここね。そう、ここ、うん、わぁここ。そうだ、ここエグかったね、みたいな。うん。これは。まだ暖かかったで。あららららおお。エリカ！あ、やべえ！これ私か？そんな。助けて！あれは。え、エリカを救出する。おおお。はいはいはい。エリカ、こっち！おー、ナイス、おー、おー早く腕力すごいな。ねえ。すげえな。ガクンってならないんだね、あの高さから落ちてきて、お姫様ダックしても。いや、めっちゃガニ股だから。ねえ。エリカ、大丈夫。大丈夫よ。あ、大丈夫、大丈夫、出た。きっと、来てくれるって信じてた。ありがとう。どういたしまして。絶対違う人。え、ああ、うわーやだー、これ死んじゃうよー。あ、チャプター3。あ、チャプター3。苦悶の果て。マジ全然終わらないじゃない。その後私たちは燃える建物から間一髪で脱出した。おお。これからどうすれば。あやめ。え、ああ。ごめんなさい。行きましょう。
これ、リュウさんもさ、ルポライターももしかしたらさ、え、確かにね。めちゃくちゃ燃え下がってるもんね。ねえ。逃げれてんのか？いや、どうだろう。行くって、どこへ？あのね、エリカのおじいさん、無事だったわ。本当に？ええ、合流できるといいんだけど。だから、行きましょ。とにかく先へ。お嫁さん。結局、エリカを危険にさらしてしまった。香織。私、どうすれば。あ、ルポライター生きてる！生きてるわ。やったー！もしもし、聞こえるか？おい！この声は、火に囲まれて死ぬかと思ったが、なんとか脱出できた。よかった。先生も無事だ。そっちはどうだ？ええ、こちらも無事です。よかった。どこかで落ち合おう。今どこにいる？ここは、どこなんだ、これ。どこだろう。何か、工事中のような。そうね、知らない場所だね。うん。工事中。よし、わかった。そのまま道なりに進め。俺たちもすぐ合流する。今のは？行きましょう。おじいさんに会えるわ。大丈夫。大丈夫よ。きっとね。うめえ、フラグだって。フラグだね。うん。あ、ついてきてくれる。ゆっくりだね。ね。おじいちゃんが生きてるって。ええ、じきに会えるわ、きっとね。全部フラグに聞こえる。そうなんだよな。うん、なんでそのフラグの言い方するんだ。ね、道なりって。お、意外といけるとこ多いけど。やりました。お、実写。かわいい。家族の写真かしら。かわいそうに。なんでこんな急に実写なんだ。びっくりした。あ、でもここにはついてこないんだね、エリカ。そうだね。ああ、放浪してる。え、こっちってことなの？違うよね。もう行けないっぽいよ、ね。あ、下か。あ、こっち、ん？いや、こっちも行けなくね。お、開かない。え？何そこ？ねえ、ここ。ここから進めそう。いや、アクティブすぎる、エリカちゃん。ねえ。エリカ、大丈夫？うん、気をつけるよ。すぐ怪我するんだから、本当に。そうそうそう。慎重に、気をつけてね。うわ、痛い、骨折しただろ、絶対。よし、開いた。開くんか。あれは。行くな、行くな、行くな、もう。エリカ？え？自由だな。ちょっと待ってよ、探索させて。大事。大事。すぐさ、エリカちゃんのことを、こう、置き去りにしちゃうっていうか、まあ、置き去りにされてんだけど、こっちが。うん、されてるね、今、完全に。うん、まあ、何もないか。なさそうか。そうだね、何も回収できるものなさそうだから。うん、うん。セーブポイントがあるぐらいだったね。うん、ね。でかいですわ、それ。大事。行く前にもう一回。大事ね。大事です。エリカ待ってー。開いたわ。お？エリカ？見て。すげえ。すげえ。こき、こひ、え、こひき。コキヒチョウ。コキヒチョウ？そう、ずっとさ、前回私たちコヒキチョウって言ってたし、コヒッキーって言ってたんだけどさ。そうなんだけど。あの子さ、コキヒチョウでコキヒーだったらしいわ。え、コヒッキーじゃないの？コヒッキーの方言いやすいよな。コキヒーなのね。コキヒーなのよ。もう出てこないのかな、コキヒー。ねえ。これは、コキヒチョウの群れだよ。おじいちゃんがよく話してたの。
故郷で見た古希秘長が忘れられないって。どんな時でも一目見れば心が穏やかになるって。本当に綺麗ね。よかった、やっと笑顔になってくれた。え、ずっと辛そうな表情だったから無理もないよね。うん、エリカありがとう。いろんな目にあったけど、でもとても綺麗。おひっき、あ、歩けるんかい。ねえ、あやめ、私大丈夫だから一緒に頑張ろう。そこに何があっても。エリカ、あー、合流できた。おー、よかった、追いついた。おじいちゃん、やばい、みんなごとせた。最悪やな。エリカ、無事でよかった。お体はもう大丈夫なんですか？万全ではなさそうだが、文字通り火事場のバカ力というやつだ。まずはストリートにあるサロンへ戻ろう。俺と先生はそこで作戦会議だ。だめだ、おもろい。サロンに戻ってその後はどうするおつもりで？おお、みんなで歩いてるねえ。うん、いっぱい人いるの、なんかちょっと嬉しいな。ねえ、みんな合流できた。うん。君たちはサロンで隠れてろ。危険なことに巻き込むわけにはいかない。おじいちゃんだって危険だよ。だが彼女を止めなければ。彼女が研究所にやってきた時、あの時の目を未だに覚えている。人生を悲観し社会を恨んでいる目だった。ああ、それが鳴りを潜めていったけども、そうそう、根本の恨みは消えなかったってことなのかな。ねえ、うん、過去に何か辛いことがあったんだろう。彼女は自身のありふれた平凡さを恐れていた。だから私は彼女をそばに置いて仕事を与えた。だがダメだった。今が最後のチャンスだ。私にはその責任がある。それに知りたいんだ、彼女がどうしてそんなことをしているのか。なんだ。おじいちゃん死なないでよ、頼むよ。おじいちゃん、うわ、でかい。あれは何これ、でかすぎる。あ、危ない。なになになに、また別れちゃったよ。あおい、無事か。なんとか。そう、ダメだ、完全に分断された。なんでごった、化け物め。サロンはその先すぐ南にある。そこで落ち合おう。分かっているとは思うが、くれぐれも気をつけるんだ。死ぬなよ、絶対に。お前もなる、プライター。それな。ああ、セーブがある。めっちゃ外にある。ねえ。話しかけられない。ああ。ちゃんとついてくるね。ねえ。うわぁやーだ、もうでかい、キモい。何これ、何何何、やばいやばい、まあまあ、エリカ、エリカ、エリカに。エリカ早っ。エリカ足早っ。エリカのおかげで助かったみたいなとこある、今。導いてくれてありがとう。ねえ。もう大丈夫だよね。どうかしら。
いるね。いるわ。いや、今のな、めっちゃ白くなかった、あいつ。めっちゃ白かったし、あれ、おの、うわ、吹きに見える。あれが、そうなのか。うん。吹きに出てた。うわぁ、やばい。え、並走してるんだけど。え来て。ああ。おぉ、ナイスナイス。ああ、よかった。まずは、出口を探しましょう。もう心臓に悪いわー。ガサガサじゃないのよ。何これ、あー、スクラップ、うわー。おうおう、まだ回収できるものはあるんだね。ということはまだこれからナイフとか必要ですよってことじゃないの、という可能性が。まあナイフ2つあるし。そうだね。うん。もう暗い。うわなんか始まった感があるね。やっとじゃないけど始まってるな。やばい、もう数日空いたから全部リセットされちゃったそれも相まってたな。おお、ゴリラリセットされた。ゴリラリセットされてるね結構広いか。うわねえ、やでかいでかいでかい、あ、これだ。おお、どうだ、何あ、やめねえ。あ、やばい、下は崖だ。おた、あ、しかも海じゃない。大丈夫、まだこっち。うわー、強い。なんなのこいつ。なんなんだこいつ。太りすぎてるてか皮膚がない。ねえ、どうなってんの。エリカを支えろエリカ気をつけて。じゃあフラグ。おお、セーブだ。あ、セーブ取れちゃうどこ行けばいいの。あ、こっちか。どうなってんな。あ、怖っ。カイジじゃんやばい、鉄骨あたりだあ、やめ、まさか。うわー、来ちゃった。そのまさかですね。ここしかない。嘘でしょ、怖い。私もよ、勇気を振り絞るの。やばい、人抱えたな。うわー、落ちるって。ガニ股でギリギリで歩いてんじゃん。うわー、幅ギリギリで。うわー、落ちちゃうよ来るのかよあいつがすごい。いや、落ちろ落ちろ早く、あ、来た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 。あいつはなんで落ちないんだ。ねえ、軽いのかな、見た目以上に。発泡スチロールぐらいの軽さなのかもしんない。逆に飛ばされるだろねえ、あやめ、あれって。わからない。でもきっともう大丈夫。これあやめちゃん自分にも言い聞かせてんだろうな。そうなのかな。ここまで来れば。おお。大丈夫？ええ、なんとか。屈強すぎるんだよ。強い。ああ、ちゃんと考えてる。ここは？なんか来たこと、ね、あ、あ、あ、ラガンダ共和国、アルドビア共和国、アルドビアウイルス、ああ、はあ、はい。今回問題に上がったウイルスは、かつてアルドビア共和国で大流行した、アルドビアウイルスであるとの情報もあり、当時の記憶が残る市民は極めてね、混乱する。一回もう流行ったことあったんだね。ってこと、おお、カンナさんじゃん。ああ。なるほど。
ずっと出てくれるね、それね。いや、初めて来るな。なんだっけ、うん。あるはる。あ、こっちやでって言ってくれてる。あ？あるはる。そうか、戻って来られたのね。あ。ああ。他行けるとこないもんな、だって全部。お、うんうん、おお、え、なにこれ、ショップ、いい、あ、これだ、あれだ、あの、文字のパスワードって。あー、なるほどね。あ、動物ですね。はい。早っ。活動、移動、反動、運動、置物、果物、貨物、あ？うつ、ぶ、え？うつ、うん、うん、うん物。あ、そっか、うん、え？あれ？違う？物運じゃなくて、運からだもんな。ね、調べても出てこないね。出てこないね。あれ、でも置物、果物、貨物じゃないのか？ぽいんだけどな。ねえ。だしさ、これ動物以外、てか動があって物だから動物じゃないのか。まあ、ぽいよね。うん。動物に関係あるもの多そうだし。ねえ。キリンとか犬とか。運物って何？まあでも合ってるでしょう。ああ、端末に入れてみよう。うん。あ、もう行けるとこないね。行こうか。なさそうだね。うん。こっち。おお。ああ。ここは。ああ、戻ってきた。ああ、ほんとだ。やった。戻ってこられた。これでエリカのおじいさんとも合流できるわ。うん。あ？はしごは固定されている。そんな、これさえ動けば。動かすためになんかしなきゃいけんのかな？うんうん、壁の補修作業中です。触らないでください。スタッフ宛て、はしご昇降用の工具は、ザ・ヴァンパイア。スタッフルームで一時保管してください。ザ・ヴァンパイアにあるって。ブリキ缶だ。あれ。お、フクロウカフェの鍵、やったー！へぇ、私、ヴァンパイア。ヴァンパイア、どういう部屋？ね。うわー、いたー！コキヒー、キモ！あれ、ほんとだ。どういう顔？あれ？こんな顔だったっけ？右側何？右側？あっ！何あれ？あっ！あ、いけるんか！なになになに？は？釣られてる？は？そうなんで。何この趣味悪い場所。キモいんだけど怖ーい。あ、こっち行けるわ。コキヒーめっちゃガン見してたよね。ね、こっち見ときみたいな。こっち見たらいいものあるよみたいな。あ、そうそう。あ、あった。うわ、釣られてる。ヴァンパイアの装飾？そういうこと、やだ。趣味悪いわ。あ、またなんかある。ああ、メダルを投入して素敵な景品をゲットしよう。おう。メダル？メダル、それっぽいね。メダルの投入口。なるほど、ここね。メダルがどっかにあるってこと？うん、かな。やだはっ。ああ、爪痕あったから、いそうだね。そうだね。戻っちゃった。はい。吸血鬼伝説。は？一部の地域では、現在でも吸血鬼伝説が信じられている。貧富の差。食料不足、疫病の蔓延、不安の中で自らを受け入れる術として、迷信は時に有効である。しかし、それは他者への迫害につながることもある。2017年晩夏、某国では、吸血鬼伝説に動揺した地元住民によって、9名の魔女狩りが行われたという。ああ。うわぁ。うわーい喜んでっちゃう。ピチョリロリンピチョリロリン言うて。え、これあれじゃんない？ギロチン？あー、そうか。あ、ほんとだね。ギロチンだね。うわー。何この場所。なんなん？うわ、また釣られてるわ、なんか。ほんとだ。
え、拷問、そういう趣味のコンセプトカフェ的な。コンカフェか、なんだ。吸血鬼とか。絵画の縁にスイッチがある。おぉ、カラクリ屋敷だ。あれ、押したけど。え？押してもなんもならん。なんかどっか変わってるとか。え？もう行くわ。あ、お、ほうほう。うわ、死んでる。あれ、さっきセーブポイントのとこにいた人と同じ。え？あ、赤ちゃんの写真持ってた人と同じ人。すごい、よく見てるな。セーブしか見えてなかったよ私。セーブに。体調が優れない方はこちらのドアを進みスタッフへお声掛けください。あー、ほ、あれだ、あのお化け屋敷みたいな感じなんだ多分。あー、お化け屋敷か。あ、うん、学校の床みたい。確かにここスタッフルームじゃね。多いね。ありそうかな。じゃあな、え、何がスタッフルームにあるんだっけ。あのはしごの、あー、セーブ。あー、はしごの、あの証拠なんか、え、あれは、お、あ、ジャク王。あれ、ジャク王。あ、そしてカンナさんか、これ。うん、そうだ。